中スポ、中日には土壌改良が必要。大島洋平、岡林勇希とアベレージ打者は出てくるのに、中、長距離は育たない。その理由を何年も自問していますが、未だに、これだ、にたどり着けません。本拠地の広さは、その一つに過ぎない。指導方法、練習環境、先に鍛えるか、まず使うかなどの強化方針、あらゆる可能性を、球団全体で検証する時期に来ていると思います。先にも書きましたが、携わった人間として責任を感じる一方で、複数球団のスカウトが世代トップと認めた選手だけに、なぜ？の思いも拭えないのです。アマ球界の皆さんに、あそこへ入れば必ず上手くなると思わせることは非常に大事です。そのためには土壌から改良すること、指導者、スカウト、編成部、中日ドラゴンズの総力を挙げて検証し、理由を突き止めるべきです。中日ドラゴンズ、元スカウト、そいつらより周平やろ。土壌からして腐ってると中日スポーツもボリック。中日ドラゴンズをなくして一から中部地方のプロ野球チーム作った方が早いよ。フロントもメディアも監督も腐ってるからやろ。そりゃそもそも2軍の名古屋球場からバンドとほぼ同じ大きさやろ。これ中日スポーツが言ってるの。草気づかず種まいてた津波さんがバカみたいじゃん。石川昂弥の守備が上達しだしたら終わりのサイン。唯一良かった守備も今年は壊滅的だからな。ヒンダは別に立つ波のせいじゃねえだろ。だからこの人も土壌改善って言ってるんやろ。もっと根本から改革せんとどうしようもないで。観客動員できてるんだから大成功なんだが。ご視聴ありがとうございました。